魔物だ。何しに来た。助けに来たんだよ。感動するのは後でよい。感動なんかするか。なぜこれほど急に魔物が。わからない。村の方にも出ているんだ。助けに行こう。封印されし言葉も見つかるかもしれない。今は手紙など書いている場合では今は油断するでないぞ。大丈夫。油断してる余裕なんてないよ。死ね。な、何？今なんて言ったの？貴様、こらがして蹴飛ばしてやるよ。おい、品がないにも程がある。カイルが奮戦しておるぞ。私があのデカブツを抑えているから、お前はザコを頼む。Thank you.
娘はさらに、お前が魔物を呼んだんだろう。お前は呪われてるんだ。お前がいる限り、この村に平和など来ない。ひどい言われようだな。おぞましい姿の魔物決め。お前など、人間じゃない。夜の化け物、さっさと出てけ。何言ってるんだ。カイネはみんなのために。うるさい。お待たせ。村のみんなはどうしてあんなひどいことが。いいんだ、すべて事実だからな。奴が掴んでいるものは何だ。あそこから魔物を排出しておるのだ。あのタンクから壊そう。逃げてばかりだ。カイネ、僕が追い詰めるからカイネはあっちで待ち伏せして。分かった。無理はするな。
もう行くぞ。私はせぬぞ。カイネがいてくれると心強いよ。世辞は嫌いだ。共倒れはごめんだぞ。全力で頑張るよ。Thank you.
私だよ、おばあちゃんだよ。大きくなったね。カイネ、どうしたの？久しぶりだね。カイネに会えておばあちゃんは嬉しいよ。おばあちゃん、どうだいカイネ、おばあちゃんのとこに来ないかい？誰にも頼れず、どこにも属せず、ずっとずっと一人で辛い仕打ちと怒号の中生きてたって仕方ないだろう。ねえカイネ。それだけか？話はそれだけか？何言ってるんだいカイネ、おばあちゃんは。話が終わったんならその臭い口でもう二度と喋れないように粉々に刻んでやるって言ってんだ、この野郎。おばあちゃんは絶対に言わない。生きていたって仕方ないなんて、死んだって言わない。だから私をどれほど死にたくても、おばあちゃんの仇を討つまではずっとこの醜い体を晒して生きてきた。その時間がどれほど長く耐え難いものだったか、お前にわかるか。危ないよ。あやつ、あのまま死ぬつもりだ。今のあやつにとっては死が最も安らげる場所なのかもしれん。シロが決めちゃダメだ。ん？死んだ方がいいなんて勝手に決めちゃダメだよ。どんな状況でも、どんな状態でも、人には生きる価値があるんだ。誰にだって明日が必要なはずだ。カイネにだって、ヨナにだって。その熱弁は本人に振るってやれ。おばあちゃん、もういいよね。疲れちゃった。カイネ、こっちだよ。諦めちゃダメだよ、生きるんだよ。絶対に諦めちゃダメだ。まったく、手間のかかる女だ。
まえた。死んじゃダメだカイネ。生きる何のために。それは私の復讐はもう終わったんだ。まったく、御託の多い女ほど扱いづらいものはない。我らに復讐を手伝わせておいて終わったらさよならか。たわけが。あるほど俊敏に戦うくせに頭の方は点で回らぬようだな。仲間のために死ぬことこそ剣士の本望なのであろう。仲間。仲間。そうだよ、僕たちもう仲間だよ。別に我はそういう意味で言ったわけでは。じゃあどういう意味で言ったの。それはカイネ、僕たちと一緒に戦ってくれる。バカ者、単刀直入すぎるぞ。ここはもっと段取りというか手順というか、なんというか、言葉を尽くして交渉に当たるのが一生正しき。我を物のように呼ぶでない。我が名は白の書、深淵なる英知の。では白。だからなぜ略するのだ。貴様の言う通りかもしれないな。復讐以外の自分、一緒に来てくれるよね。この剣の使い道が分かるまではそうすることにしよう。そうか、お前の妹が国門病に。うん、それを治すために封印されし言葉が必要なんだ。なるほど。どうしたの。役に立つかどうかわからんが、国門病について知っていることがある。ある国の王が国門病にかかり、その治療方法を研究しているらしい。その研究が進んでいれば。あ、治療可能になっていると。ああ、実際のところはわからないがな。砂漠の奥地にある仮面の町という国だ。行ってみよう。治す手がかりが見つかるかもしれない。それで済めば我の仕事も楽になるのだがな。